れ様です。お疲れ様です。やっほー、みんな花の声ありがとうございました。ハンドルコインありがとうございました。皆様お疲れ様です。ハンドルコインありがとう。またリアルお話し会で会いたい。え、会おうね。絶対に会おうね。嬉しい、ありがとうございます。こんばんはみんな。はい、ちょっと鼻気飛んじっちゃった。あのハンドルコインさあ、終わりました。今日ありがとうございました。もう話したいことがいっぱいありすぎて、なんか順番に話していきます。でも今日の配信は本当にちょっと最後まで見てほしいです。正直話したいことがもうたくさんあるので、あのりんちゃん推しさんはちょっとあのよければあの最後まで見てほしい。30分くらい、30分かまあちょい1時間ぐらい、あ、うん、くらいしようと思うんですけど、本当にちょっと最後まで見てほしくて、まずは花鳥くんありがとうございました。楽しかったです。エディオン楽しかった。なんかやっぱ私はすごいエディオンめっちゃ好きな会場なのでめっちゃ嬉しかったです。近いし顔が見やすいし、あのすごい楽しい。みんなの顔がマジでわかるからすごいね。好きな会場です。こんにちは。エディオン久々でよかった。ね、めっちゃいい。マジあなんかエディオンってこのファンの方側の顔も見やすいし、こっち側からの顔も見やすいから好きなんですよ。だからすごくね好きでした。懐かしい思い出あるし。エディオンはこんばんは。ラコポコ結婚して ありがとう。オッケーありがとうございます。ランズさんハートありがとう。石丸太郎さん、なんだこれ、ロケットありがとうございます。ジャンキーもロケットありがとう。ゆきめるちゃん落花生イエスさんハート、こんにちは。スーさんハートありがとうございます。こんばんは。可愛さもしもしになってる。え、本当ですか、嬉しい。今日前髪の調子めちゃくちゃ良くない？もうめっちゃ理想の前髪で泣きそうなの。めっちゃ良くない？どうして私はこの前髪になったんだろうって思ったの。でも本当に今日そのぐらい前髪が理想でちょっと最高なんですよ。こんにちは。けんちゃんハートありがとう、嬉しい。ロコポコ落花生ありがとうございます。ゆういちくんハートありがとう、すごい楽しかったです。マジ結婚して、いいよいいんかい。こんにちは。もうみんな本当にちょっと話したいことがあるんですけど、さっきもう本当にもう本題行くみたいな、今日ほぼ本題と言っては過言ではないんですけど、写真集を出すショールームイベントあるじゃないですか。ショールームイベントで1位2位3位があって、その3位以内に入ったら
写真集が出せるっていう企画を始まるんですよ。2月3日の17時から9日まであるんですよ。だよね。9日の19時59分まであるんですよ、写真集を出すイベントが。もう本当にもうさっきもう X 見た方は分かると思うんですけど、うつみりね出ます、そのイベントで。イベント出ちゃう、もう本当にちょっとなんで出ようかなとかって思った理由とか、なんかもう本当にちょっとずっと話したいことがいっぱいあるので、ちょっと聞いてほしいです、真剣に。私もすごい真剣なんだけど、やっぱりこのイベントっていうのは本当にもうね、みんなもうみんなすごいもう集中モードで、もう本当に大変だと思うので、やっぱり本気の気持ちを伝えなきゃって思うから、自分からちょっと言わせてください。なんかもうなんだかんだイベントは全然私やってなくて、で今後もまあイベントとかまあなんか気になるのがあればやろうかなとかって思ってたんですけど、そう、私はもう他に叶えたい夢があるから、どちらかというとね。だけどなんかこの内容が来た時に、写真集を出せますよみたいな内容が来た時に、もう本当にやるって、もう一瞬で思ったの。なんかもうじゃないともうなんかチャンスを逃してしまいそうで、なんかもう私はもう絶対にずっと写真集を出したいってもうずっと言い続けてて、で2022年に写真集を出したいって言い続けてたら、水着グラビア STU で初めてこの水着グラビアをさせていただくことができまして、まあ、そこで一つの夢が叶ったんですよ。私の一つの夢が叶ったんですよ、言霊で叶って、もうすごく嬉しくて、でそこでなんかもうやっぱり次は写真集を出したいってずっと思ってて、でなんか私はもう本当に正直な話、なんかもう選抜とかに入らなきゃ写真集は出せないなって思ってたんですよ。でもなんか正直わかんないよ、でも私は本当にそうやって思ってて、でまだ選抜にも入ったことないし、なんか非選抜だけどもなんかチャンスだなって思ったんですよ、うん、だからもう絶対にもうこのイベントに参加しようと思ってすぐ決めました。でこのイベントを知ったのがもう本当に2日前マジで最近、本当に最近で、本当に最近すぎてなんかえみたいな感じだったんですよ。で私ちょうど今この人、私マジでもう全然知らなかったんですけど、このイベントの詳細が出るまで普通にダイエットをちょっとしてて4キロ痩せたんですよ、実は4キロぐらい痩せたんですよ。だからこの4キロぐらい痩せたタイミングでなんか普通にこのイベントの詳細が来たのってなんかすごいなんか運命だなって思ってて、なんか、まあ、今21歳なんですけど、なんかもっと自分の良さを伝えたいなって思うし、そうだな、なんかね話したいことがいっぱいあってまとまってないんですけど、私が多分一回水着グラビアをしてるからもうなんかりねちゃんはいいとかって思われてるかもしれない知れないけど、なんかもうちょっとねもっといろんな姿を見せたいの、みんなに。なんかなんかねもっとね飽きられてるかもとかって思ったんだけど、なんか今の私でしか伝えられないなって思うから、過去のグラビアを超えるぐらいの自分のビジュアルというかコンディションでちょっと挑みたいなって思ってて、
なんかもう本当にやりたいことがいっぱいあるんですよ、撮影の中でも。私まだでもランジェリーとかも着たことないし、もちろんなんか普通のプロデュースできるって言ってるから、なんか水着以外にもすごい挑戦したいことがいっぱいあって、なんかもう本当にワクワクドキドキなんです。もうイベントだからなんかもう不安な気持ちもあるけども、これはもう前向きな気持ちでこのイベントを挑もうって思ってて、そう。でもこのイベントは皆さんの応援がないと勝てないんですよ。だからもうあと2日後とかに、この2月3日の17時から9日の19時まであるんですけど、もう絶対に1位になって写真集を出して皆さんに恩返ししたいので、もしよろしければついてくれると嬉しいです。お願いします。もう本当に絶対。そう、でも今回いろんなメンバーとかが参加するから結構競争率とか高いと思うんですけど、私は自分の武器を持っていると思っているので、よければぜひ応援してください。なんかその武器っていうのは、一つは STU48 で初めて水着グラビアをさせていただいて、そうグラビアをしてる経験があるから、やっぱりそのポーズとかもいろんななんかそう全部慣れてるし、だからこそ写真集ですごくいいものを見せれるんじゃないのかなって思ってます。はい、でも本当に2022年いろんなことがあったんですけど、今年はもう本当に何か一つ結果を残したいし、写真集を出してもっと内海玲奈のこの魅力な姿を見てほしいし、知ってほしいので、ぜひ見てほしいです。お願いします。もう本当にマジで頑張ろうと思います。そう、最初のチャレンジ頑張ります。なんか本当にマジでもう頑張りたいことがいっぱいあるんですけど、まあもういろんな目標あるんですけど、私の目標は写真集を出す、ラジオ、自分のラジオ番組が欲しい、選抜に入るっていう目標なので、なんかそのうちの一つが今チャンスとして、なんかまだわかんないけど絶対叶うと信じてるので、もう本当に頑張って言霊にして絶対に3位以内に1位になって、はい、写真集を出したいので、もうこれがもし叶ったらもうすごく2024年もうイエーイって感じなので、もう応援してくださると嬉しいです。うん、でもある程度プロデュースだから、自分がどんな写真集を出すかっていうのは決めてて、なんか本当にもうめちゃくちゃもうプリプリな写真集を出したいんですよでもこれイベントが始まってから、まあ、詳しくは言おうと思ってるんですけど、でも私は本当にマジでもういろんな世界観を想像するだけですごく楽しみになってきたので、もうこれを実現させたいです。なんかもうこのイベントの詳細が出た時に、いやこういうのやってみたいとかっていっぱい出てきたんですけど、もう絶対実現させたいです、はい、またどんな写真集を出すみたいなのはまた X でポストしたりします、うん、でも自分の武器を生かした姿とかもいっぱい見せたいので、もうすごく可愛い笑顔とかをいっぱい撮ってもらいたいもうなんか配信のね、配信が最新期間が割とあるので、もう絶対短いけど企画とかももうすでに考えてて、もう皆さんが楽しめる配信をお届けするので、イベント期間中ぜひ遊びに来てください嬉しい、 BAT 最高だった。ありがとうございます。こんにちは。そうなんですよ、もう本当にね、ちょっとどうしようかすごく迷ったんですけど、でも本当に目の前に目標に近づけるチャンスがあるので、
楽しみにしててください。もうりねちゃんのグラビアもう見たから別に他のメンバーでいいとかって思われてるかもしれないけど、私は今のうつむにお届けしたいし、前回のグラビアを超えるようなコンディションで挑むので、あの本当に楽しみにしててくださいということです。はい、もうどんなグラビアにするかもう決めてるので、自分的にはだからあとはこのイベントを頑張って前に進んで1位を取って、あの皆さんに写真集をお届けするっていう形なので、ぜひ応援してください。お願いします。こんにちは、ということで私の思いでした決意表明とか思いでした私のこんにちは、楽しみにしててください。今日ポニーテールをしたんですよ、そういえばポニーテール。ポニーテール最近ちょっとブームで、でも私公演が終わってから取ってもらったんですよ髪の毛、だから今普通のゴムで結んでるんですけど、ポニーテール、雪でしょ、マジで髪伸びた、伸びました、なんかもうメイクさんとかにも言われて、マジで超長いって言われて、マジで髪めっちゃ伸びた。1位だとパスポートいるそういうことは1位だとパスポートがいるんだ、そうだ1位だとパスポートがいるんだよ海外やば、もう超楽しみです。もうあのこのイベント好きな、もう本当にマジで嬉しい、なんかあのもう絶対に1位になりたいですから、もう本当に気合も十分ありますし、なんかそう結果はどうであれ、なんかどういう写真集を作って皆さんにお届けするかっていう妄想をしただけですごくワクワクしてて、なんか夢に近づける一歩のチャンスがあるからすごく楽しみです。だから本当にすごく熱い思いがあるので、ついてきてくれると嬉しいです、お願いします。で今回のイベントからなんかその捨て星とかそういうのがなくなって、あのカウントとかもなくなったので、その結構なんかシステムが新しくなってから、私ショールームのイベントのシステムが全然わかんなくて、星とかも多分カウントに入らないんですよね、キラキラとかも入らないんだっけ、えそうでしたっけ、なんかわかんなくて教えてほしいです、もしなんか有力な情報があればなんか教えてください。なんかでもキラキラの集める時間とかもさあるよね、なんかあれとかもなんか関わってくるのかな、なんかハートとかギフトとかそっちのカウントに入るのかな、キラキラも入る、でもねキラキラも入るんだったらなんかキラキラのなんかあれとかも教えてほしい、大事じゃない ?3 時間キラキラが新しく追加される時間とかのやつも、もしあれだったら詳しく教えてほしいです。頑張ろう、頑張りましょう、頑張りましょう、イベント不慣れだけど協力するね、ありがとうございます、嬉しい、応援する、ありがとう、頑張ります、嬉しいです、なんか応援してよって言ってくれるな、もう本当にいろいろいっぱいいろんなユニタソをお届けするので、ぜひ来てください、配信髪伸びたな、髪本当に伸びた、えてか前髪マジで綺麗、今日やばくない、え理想すぎる、え今日の前髪超綺麗、え ねなんかさついてると思ったパウダーついてる、パウダー何これ光、な何これ、なんかびっくりした、ね本当に前髪綺麗すぎない、何これ理想すぎるんだけど、私なんかグリーンって巻いてる前髪があんま好きじゃなくて、
このなんかナチュラルな流し方みたいな、めっちゃ怖くね、前髪良すぎるんだけど。佐藤志賀さん、ハートありがとう、こんにちは。キラ星3から15で100個、3から15時、3時から15時、あ、そういうこと、15時から翌日の3時100個投げれる、朝昼にも配信しようなって感じ。ちょっとそれをあのインスタグラムの DM とかで送ってほしいです、あの詳しく。本当にありがとうございます、送っといてほしい改めて。だからこういう風にした方がすごくいいかもっていうなんかアドバイスをちょっと DM で送っといてほしいです、ありがとう、助かります。ゆいちくんハートありがとう、こんにちは。今日私新しい顔をあのもう本当に久々に新しい顔をなんか浮かんあの自分の新しいポーズ、決めポーズっていうか新しいなんか顔ができたんです、これあの今まで舌を出して笑うっていうことがなかなかなかったんですけど、ちょっと表情をなんかいろんな表情を見せていきたいということで新しい顔をやってみようと思って、結構そんなくないしっくりきた、どうですかどうですか、あの舌出し笑顔どうですか最近はなんか口閉じ系とか歯を出して笑うこととか元気とかも結構頑張ってるんですけど、なんか新しい表情を研究して今日外カメで撮ってみて、あれしっくりきたなって思う。ペコちゃんそうペコちゃんみたいな。でも右で出すか左で出すかはまだ自分の中でなんかあんまりどっちでもいいなって感じだから、これから右と左どっちが可愛いっていうかちょっと研究してきていこう。おもろすぎ、やばい今日現地見てた、笑顔で踊れるんじゃなかったです、嬉しい、今日マジでニコニコだった、楽しかったです、今日もありがとうございます。ゆうちくんかわいい、ありがとうありがとうございますマルフクハートありがとう。でも今日集合写真を撮る時があって3枚中2枚下出しやったんですよ、下ピラのやったんですけど、なんか外そみんなと撮る時になんかメンバーと撮る以外じゃなくてみんなと撮る時もなんか2枚やろうと思ったら1個、うん、1個だけやりました。ちょっと下出しやりすぎと思ってやめました。こんばんは、アンパンマンになるわけないでしょアンパンマンになりませんよ、リネです、ちゃんと。こんばんは、逆でやってみて、逆ってどういうことですか、逆新しい顔ができました、たとえ鼻から舌が出てっても可愛いに決まってる、ありがとう、めっちゃ嫌だ、嫌です、ちょっとそれカエルかすぎるな、鼻から舌が出た、でも舌をこう まっすぐに出すっていうのは私はちょっとなんか好かなくてなんかちょっと嫌じゃないなんか舌をこう前に出すっていうのは好かないけど、好かない、まず舌を出して笑う、舌を出す行為が私は好かなかったんですよ、
でもちゃんと盛れる、かつ可愛い、かつお茶目になれる表情がこう、こうちゃんと笑って舌を出せば別にちょっと変な感じにならないっていうのが気がついて、ちょっと研究しました。公園記念写真買ってよかった。え、ま、出て、え、下出てます？公園記念写真。なんか見たんだけど、なんかあれちょっと見えなくて、見たんだけど下出てるかなと思って、でも買ってくれてた、見た、でも下出てるかな、あれなんかねアップできなくてね、買ってくれてると思ったんですけど、なんかあんま見えなくて、下出てるかな、漏れてます、漏れてたらいい。冷静に考えて下出してあんまり笑わんな。え、それな、下出して笑いませんみたいな。え、絶対ない、カエル化すぎる、絶対嫌。私がもし下出して笑ってたらさ、超カエル化じゃない、やだ。絶対に嫌です、下出して笑いたくなくなってきた、なんか。うん、でもこれは写真集を出す上で、あのちゃんと写真集を出す上でちゃんと可愛い表情とかも研究していかなきゃいけないから、ちゃんと表情をねやっていかなきゃいけないから、これも追加されましたということで。もう嫌だ、恥ずかしい。通称とかでもやりますよ。これから新しい、あのこれから新しい、あの顔を今作ったので、通称とかで言ってください、下出し笑顔やってって、次の福山の話かなとかやります。翔太くん、ハートありがとう。待って、恥ずかしくなってきた。翔太くん、ハートありがとう、ありがとうございます。友人2人がリネタン推しになりました。誰ですか？え、チェルシー、ありがとうございます。翔太くん、落花生ありがとう、ありがとうございます、嬉しすぎる。これから仲良くなっていこうね、ありがとう、押してくれて、こんにちは、最高、めっちゃ嬉しい、最強ポーズいっぱいやっていきます、表情。あー、そうそう、ミッションでもらえる期限付きショールームゴールドの期限が2日間なので、明日貯めて初日に投げれる。お、マジ？みんな、じゃあミッションでもらってください、ミッションでもらえる期限付きショールームゴールドが2日間やから、みんな明日貯めて、じゃあ初日に投げてくださると嬉しいです。ミッションをでもらえるショール期限付きショールームゴールドの期限が2日間らしいので、ちょっと今日ミッションやって初日にキラキラ投げれるようにしてほしい。しっかり、もう本当に今まで結構ね、あのね、イベント結構っていうか、何回か、まあ、イベントはやったことある、3回くらいかやったことあるんですけど、仕組みが変わったし、でも 何が何か、まあ共通して言えることは、初日が大事だし、スタートダッシュが大事なので、スタートダッシュをすごくよく切って、油断してゆっくりするのもダメだから、本当にちょっと勢いを止めたくないなって思うので、
ちょっと本当に初日いいスタートダッシュを切れるように頑張ります。でみんな結構出ると思うから頑張りましょう。でも本当にマジで私はもうずっと写真集出したいって言ってたから応援してくれると嬉しいです。いやおもろすぎる。ちょっとなめとんか楽しいですよね。なんか下出したら一気にさなんかちょっとやるなんかわかるなんかなめとんみたいな感じ。ハネッチさんハートありがとう。新種に向けてエクセタグとか作ってもらえるね。ちょっと作ります。本当に作りましょう。えなんか森姉ちゃんがショールームイベントの写真集出すよっていう画像とか作ってくれたら作ろうと思うのでぜひ待ってます。使うからぜひ作ってほしいです。赤コウモリの時いい感じだった。またあの時のように頑張ろう。赤コウモリあの時のイベント確かになんか同じイベントではあったけどあれは無制限のイベントだったけどすごくなんかすごかったよね。あれも本当にもうマジでなんか感動的でもうなんかマジで感謝しかなくてもう毎回すごく感謝してるんだけどもう本当になんかマジで涙が止まらなくて号泣3チームだったのでだからあの時の勢いを止めない止めたくない。本当にマジでもう皆さんの協力があってこそなのでもしなんか応援する人決めてないとかなんか誰応援しようって思ってる方とかいればなんかりにちゃん応援してくださいっていうなんかいっぱい広めてくれると嬉しいです。りにちゃん応援してくださいお願いします。いっぱいちょっとマブとかに言ってください。友達とかにりにちゃん応援してみないって。でもちゃんと得点も決めてるんですよこのイベントで。1位から何位までは動画付きでお名前呼びでありがとうっていう動画を X に投稿するのとなんかオリジナル画像を作ったりとか手書きのなんかみんなが私のことを応援してくれるから私もみんなにあの何かお返ししたいと思ってこのイベントで貢献ランキングにはなるんですけど貢献ランキングで得点とかもつけようと思ってるので楽しみにしててください。でも動画でお名前呼んでありがとうなんかいっぱいちょっとメッセージ言ってありがとうとかっていう動画とかいろいろ決めててでもそういうのは初めてだからちょっとでもみんなが頑張れるようにモチベになれるように頑張ります。この期間いっぱいちょっとファンの方に逆に恩返しができる貢献してくださるからその逆で私が恩返しできるような写真集以外でも決めようと思ってるのでちょっと名前呼んだりとかいっぱいなんかみんながちょっとよし一緒に頑張るぞって思ってもらえるような企画とかもいろいろとちょっと温めて考えてるので楽しみにしててください。逆なが応援するありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しい。もう本当にマジで本当に助かります。ちょっともう嬉しいです。ありがとう。画像もうめちゃくちゃ嬉しいのでぜひ作ってくださると嬉しいです。使います。明日はすごく明日ねサラピとちょっとねとあるロケがあるんですよ。サラちゃんとお仕事やばくない。しかも吉田サラちゃんとロケ吉田サラちゃんとロケもう超新鮮なんだけど楽しみ。もう今日サラちゃんと話してもう笑いが止まらなかったです。もうすでに楽しみでしかない。ミスですけど吉田沙羅ちゃんとロケなので珍しくてすごく楽しみです。いい一日になったらいいな。明日晴れたらいいな。好きな子とき好きな子となこれが好きな子とき好きな子とな好きな子とき
サナリネ結成するしか。イエース。やってみようかな、仲良くやってみようかな、ちょっと。いやでもマジで4年間ぐらい活動しますけど、2期生5年間かぐらい活動しますけど、初めてサラピとロケなんですよ、2人で仕事。いやチャートリー関連じゃない、普通にちょっととある案件があって、まだ秘密言えないんですけど、今日は誰かといたいで桃、さや桃リネでやらせてもらったから、でリネコジリネパンサラリネやってみようかな。楽しみです、めっちゃおもろい、絶対おもろい。2位じゃダメなの？え、なんか私は1位を取って絶対に写真集を出したい、やるからには1位でしょっていう気持ちですね。もう本当に1位2位3位あの入れることがもう嬉しいから、もう本当に入れたらもうなんか、もし実際に3位とかだったとしても本当にすごいことだから、入れることがめちゃくちゃ感謝なんですけど、やるからにはあのもうやっぱ1番っていう数字で結果を出したいから、あのそう1位でやりたいですって言ってます、はい、もう本当にすごく楽しみだから応援してください。そう1番で絶対に入りたいので、でもこの気持ちをなんか堂々と言えることって素晴らしいなって思います。なんか私はね結構ひよっちゃうから、どうしよう、なんか3位以内に入ってとかどうしようかなとかって思ったんですよ。なんかでもやっぱり言い切りたいと思って、自分の気持ちが本音に嘘つきたくないなって思ったから、もう絶対に1位で頑張りたいっていう強い決断ができました。そう言霊なんかもう本当にすごくショールーム配信強いメンバーとかもういっぱいいるし、そうめちゃくちゃ強い、なんかもうみんなすごく頑張るから、なんかみんな強い意志でね、すごく大変かもしれないけど私は私でもう本当に強い気持ちがあるから、そう絶対に1位を取って写真集を出したいです。好きな子言霊を信じて、もう本当にファンの皆様を信じて、あの頑張りたいと思います。嬉しいです、でもこうやって頑張るって言った時になんかすごく応援してくれるかなとかって結構不安だったんですけど、 X とか見てて、そうでもこうやってやっぱり応援してくれるっていう言葉があるだけですごく私もモチベーションになるし、あじゃあもっと喜ぶようなことをいっぱい考えようとかっていう気持ちにもなるので、楽しみにしてください。お願いします、強い気持ちで頑張ります。かずやまはさん、落花生ありがとう、ありがとうございます。いっぱい言っていきます。言霊ってかもう前髪綺麗すぎて崩したくない、なんでこんな綺麗な前髪なの、やばすぎる、なんかひなさんみたいな前髪じゃない、なんかひなさん、私ひなさんの前髪超理想なの、なんか私の前髪ってグリーンじゃなくてこうナチュラルな前髪、ひなさんってナチュラルな前髪やん、こんな感じでサッサッみたいな、えなんかひなさんには申し訳ないんですけど、なんかでもひなさんの身に綺麗じゃない、今日めっちゃ綺麗な気が、えマジ理想、私今日マジでひなさんの前髪尊敬してて、え今日マジひなさんの前髪なんですけど、明日さすごくさなんかめちゃくちゃ楽しみなロケだからさ、ちょっとこれを維持したいです、正直これが私の人生ってことで、ちょっと配信終わります、ありがとうございました、明日も配信します。あつぶつぶつらくるさん、かわいい。
ありがとうございます。ありがとう、一日ありがとうございます。ありがとうございます。あ、みんな、なんかそのもらえるらしいので、ミッションでもらって、キラキラもらってください。でもそのキラキラ期限が2日間あるんですけど、明日は、明日配信するので明日には投げないでね、キラキラ。ミッションでなんかもらえる期限付きのショールームゴールドがあるので、ちょっとまだ投げないでください、キラキラは。明日いっぱい、明後日がもうさ、あれなので、明日配信、普通の配信とちょっと作戦会議の配信をしようと思います。本当メールとかでも送りたいし、本当にいっぱい頑張るので応援してください。イベントが始まる、写真集のイベントが始まるのが、2月3日の17時から始まります。なので2月3日、またアナウンスするんですけど、イベントの詳しい情報とかインスタグラムのストーリーとか X とかで、その期間ツイートしたりとかストーリー上げたりとかしようと思うので、このイベント応援してくださるよとか、りねちゃんちょっと気になるなとかいう方、りねちゃん写真集見たいよって方は、今私のインスタグラムと X をフォローしてくださると嬉しいです。お願いします。そこまで我慢します。え、ありがとう、優しい、お願いします。で、明日ちょっと企画のちょっと作戦会議の配信をしようと思うので来てください。はい、そんな感じでした。もしショールームイベントでなんかこういうアイディアどうかなみたいなのがあれば、インスタグラムの DM に送っといてください。お願いします。じゃあ配信終わります。ありがとうございました。見てくれてありがとう、みんなありがとう、すごく頑張れます。じゃあちょっと13位から、13位スーさんありがとう、12位トクリンありがとう、11位ジャッキーありがとう、10位つぶつぶつらくるさんありがとう、9位マーシーありがとう、8位翔太くんありがとう、7位ゆういちありがとう、6位けんくんありがとう、5位ゆきめろちゃんありがとう、4位サージカルさんありがとう、3位ハゼッチさんありがとう、2位ロコポコありがとう、そして1位がドゥルッパンマシャマシャ4846さんでした。ありがとうございました。ありがとう、お疲れ様でした。ハリルンペンライターありがとう、バラもありがとうございます。ということで2月3日のショールームイベント、写真集のショールームイベント参加するので、ぜひみんな見に来てください。明日ちょっと作戦会議で配信します。じゃあおやすみなさい、ありがとうございました。またね、また明日会いましょう。 X とインスタグラムのフォローお願いします。じゃあバイバーイ、ありがとう。